どうも、愛知です。今週、東京と大阪の2カ所でですね、別のイベントなんですけど、教育系のイベントに参加させていただきました。で、そちらの様子をね、映像で撮ってきましたので、かなりこう、ギュッてダイジェスト版にしたものにはなるんですが、ここから流そうと思いますので、よかったらご覧ください。では、行ってみよう。まず、こちらがエデュベーションサミット2018、東京で行われたイベントの様子でございます。塾講師を3年間やっておりまして、まあ、その前営業マンとかしてたんですけども、塾講師をやっているときに思った以上に、所得格差によって塾を選べないというご家庭に直面しました。自分自体が学習塾に行ったことがなかったので月謝がどれくらいっていうのを知らなかったので塾講師は何やってるんですか。こちらが左側からですね、佐藤先生、今回のイベントの代表です。でデジタルハリウッド大学の教授でもあります。ものすごい偉い先生なんですけど、で真ん中が Google の教育部門のこちらもね、すごい上の方で、ミラーさん、ミラーですね。なので、お二人とも、すごい方なので、非常に緊張しながらなんですが、有意義な話をさせていただきました。そして、こちらが大阪で行われた教育 IT ソリューションエキスポ。Google のブースで、こんな感じで喋ってきました。例えば、小学生は小3から小6までの算数。で中学生は基本的に主要5科目全部揃っております。で高校生は数学のみなんですけども、例えば中学校の、中学校1年生の数学の一覧を見たとき、大体まあ結構80ポイント動画はあるんですけど、それを全部見ていただければ、学校の教科書全部賄えるようなものになっています。有名な問題だけを取り上げるのではなくて、もともと不登校支援をすごくしたかった人間なので、学校に行けなくても家で YouTube を見ることで、教科書の内容までは追いつくことができると。それがモットーでやっているので、こういったスタイルでやっております。こちらはですね、Google のそのブースの後ろに UFO キャッチャーがあって、ずっと気になってたんですけど、やらせてもらいました。で、1回目ですね、見事に失敗する。これ、喋ったすぐ後で、ごまかそうとしますけど。で、これ2回目ですね。まあ、さすがに、UFO キャッチャー得意なんでね、余裕だろうと思って、行って、もう暗号ね、すごいガチガチの設定なんで、あら、来た。おで、3回目。いや3回目でやらせていただきまして、これもカットして、やっと取れました。3回やりました。そしてこれが何なのかっていう説明をね、受けてきたんですけども、こちら VR を自分のスマホを使って気軽に体感できる、まあ、教材にもなるっていうものなんですが、こちらは詳しいものはまた別動画で撮ろうと思っておりますので、まあ真剣に受けて驚いているという絵でございます。例えばエジプトのピラミッドを見に行くということで、ご覧いただきありがとうございました。これですね、大阪の時にこれ着て喋ったんですけど、もらったんですよ。 Google for Education って書いてあるでしょ。もうこれ着てたらちょっとさ、 Google の自分社員なんじゃないかっていう勘違いをするよね。 Yes。で両方のイベントですね、平日だったのでちょっと学生さんは足を運びにくかったと思うんですが、それでも東京の方は学校が授業が終わった後にね、急いで来てくれた子とかもいて、本当ありがとうございました。楽しかった、普通に楽しかった、話せてね。あとは塾とか、ね、学校の先生とかがね、来ていただいて声かけていただいてね、うちの生徒がとか、あとはうちの子がっていうね、実際ね、皆さんのお子さんが使ってるなんていうのもたくさん声をいただいて、ああ役に立ててんだなっていうのが改めて実感できてね、こっちも嬉しかったです。本当に足を運んでいただきありがとうございました。まだまだ喋りべたなとこ多々あるんですけど、でもこういう機会がこれからも増えていったらなと思ってますし、で実際に今年年内で、ある中学校での講演が決まってたりとか、年ちょっと明けちゃうんですけど、来年の頭には、大学での講演も今一つ決まってたりするので、まあこういう喋る機会がこれから増えていって、で、もしね、みんなのその身近というか近くのとこで喋ることができれば、会いに来ていただけることもできるかと思いますので、まあこういった活動も今後もね、ちょっと広げていけるように頑張っていきます。はい、ということで、ちょっとお恥ずかしい姿ではありましたが、こんな感じで頑張ってきましたので、ちょっとね、頑張ってきたなって思う方はぜひ高評価の方よろしくお願いします。初めて言ったわ、これ。じゃあ、今回の動画はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。